皆さんこんにちは。岩手県雫石町の春の隣です。これがその雫石町で採れましたわさびになります。このわさびは後ろに見えます高倉山の伏流水で、作ったわさびで、このようにまあ大きなわさび、そしてとても美味しいわさびが作れます。でこのわさびについては、この葉っぱの部分はこのサラミ、それからこのウインナーに入っておりますし、この茎の部分は味噌漬けとこの醤油漬け、そしてこの本体、このわさびはこの粗挽きウインナー、それからアイスクリームの中に入っております。どうぞこのわさび、春の隣のホームページでお買い求めいただきたいと思います。よろしくお願いします。春の隣のわさびの畑です。ぜひ買いに来てください。